プローチとかそういう対決みたいなのしたことないからちょっとやろうかなと思って。こう先にやる方結構ね喜んで喜んでやります。みなちゃんのラインをちょっと盗んじゃったから、それ見るために多分私最初は生かされてる。さあ始まりました、さゆちゃんねるです。はい、今日は岩崎みなみちゃんに来ていただきました。皆さんこんにちは。こんにちは、岩崎みなみです。かわいい。みなみちゃんは名古屋出身ですか？そうです、愛知県。愛知県、そうか。さゆたち会うの2回目なんですけど、ちょっと YouTube しようってなって YouTube を、はい、撮ることになりました。そして私の大好きなグランディ浜名湖ゴルフクラブでお邪魔してます。みなみちゃんは3回ぐらい来てるか。そうだね、まあ3回ぐらいかな。近いのかな。1時間ちょっとぐらいぐらいで、なんか割と近め。そうね、みんななんか宿泊してゴルフして帰るって多い。うん、多い多い。しかも部屋も広いしね。そう、すごいな、マジで。いつもリゾート感じになって入ってる。うん、マジ大人数で来られるしね、来たら本当にお得だと思う。そうでしょ。そうで、今日はラウンド動画もしたかったんですけど、なんかアプローチとかそういう対決みたいなのしたことないから、みなみちゃんとアプローチ3分間でどっちが多くチップインできるかみたいなのをちょっとやろうかなと思って、入れない可能性も大ですけどなるべくちょっと頑張ろう頑張ろう、うん、でどっちが多く入れれるかみたいなやりたいと思います。じゃあ3分間いきまーす。よいどんです。意外とフックだね。お、惜しい。ごめん。思ったより。なんかね。はい、1分半です。焦る。その時間。焦るよね。1球でも入ったら勝ちだね。おー、惜しい。
ず1個入りましたね、はい、1個入りましたね。3、4、5、6、7、8、9、10、20個打った。20個打って1個まあでも難しいよね。なんかね、そう、でも一番打ったのでもここだから。確かに、まあアプローチとしてはね、普通にアプローチとしては完璧だよ。悪くなかったんだけど。はい、続きまして、サヨ選手、はい、行きたいと思います。ミュウちゃんのラインをちょっと盗んじゃったから。あー、それずるい。ちょっと有利だよね。それずるい。それ見るために多分私最初生かされてる。そう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 、これもうめちゃくちゃ線ついてる。もうこの線たどればいい。この線たどるから。さよちゃん3分いきます。ちょっと私は焦らす方向でいきたいと思います。めっちゃ打ってるわ、さよちゃん。めっちゃ打ってるよね。あと20秒。そう、やばいやばいなるんだよね、本当に。おお。39を打ちました。そのうち1球でした。まあ同点ですね。同点でしたね。同点です。まあ確かに3分って言われたらちょっと焦っちゃう。そう、なんかね、焦っちゃう。あと何秒とか言われると。そうそうそう。で、右に打ちたいのにどんどんどんこっちに。そうそうそう、なんかちょっと引っ掛けてて。そう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 。いや、思ったより出なかったね。思ったより5球ぐらい出るかと思いきや、ね、10球ぐらい入れようかなとか思ってたんですけどね。全くだった。ちょっと甘かった。このボールどうする？20個か。20個しか打ってないんだね、逆に。
確かに全然だ ねえ、なんか行けそうじゃないとか言うね。いや、そう行ってたはずなのに、ね、行ってたはずなのに結果一級。いやグランデ浜中様難しいです。難しいです、はい。じゃあサドンデス、あ、そうしようか、交互で、そうしようか。